何点からがいいんですか？基準がわかりません。教えてください。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで春の月30日。30日ってことはあれか。今月ラストかこれで。ちなみに、今日は、これね。30日射的大会、射的名人なら避けては通れない。広場で射的ゲームが遊べる。場所は原っぱ広場で時間は10時から18時の間。ということなんで、ちょっとその前に私は、水やりをやっておこう。多少楽になった水やり。ああ。よいしょー。は、方向を間違えてしまった。まあ、いっか。まあ、いっか。なんか前までね、水やりだけで結構バテよったような気がしたけど、銅のじょうろに変えてからは結構大丈夫。しかも、一回組んだら、これでもう全部いけるけんね。いやでも思ったんやけどさ、これ畑、まあ、三つ分なわけやん。畑三つ分で、こんなにってね。え、もうこの先無理じゃない？もう昼寝しながらとか、何かしら食べ物を食べながらじゃないと。いや、思うんやけどね、多分、コロコックルがそのうち出てくると思うんやけど、いつからかは知らんけど。そのコロボックルが多分手伝ってくれるんじゃないかなと思うよね。昔の感じで行くと。けん、その子たちに早く出てきていただきたいわ。よし、これでとりあえず、水やり完了。あ、ランチ。作物の水やりは絶対に忘れちゃいけないよ。天気がいい日が特にね。はい、気をつけます。そしてちょっと前回、虫が見つからずに使えなかった。虫網で。これはどう使えばいいんだ？近づくの？あ、なるほど。近づいたら捕まえるって出てくるね。いやー、初の来たて派。やったー、初めて虫を捕まえたー。やったねー。嬉しい。めっちゃ嬉しい。いい感じじゃねーか。今日も頑張るの。頑張ろう。なんかみんないつも通りの行動しよるね。10時からイベントってわかってる？え、わかってる？でも一応イベントの日でもお店とかが開いてるっていうのはすごいいいなと思う。は？マダラバッタを捕まえた。いいね。怪しいやつね。いやいやいや、怪しくないやん。伸びたやん。普通に伸びたやん。さあ、10時からやったよね。とりあえず、こっちか。とりあえず、原っぱ広場はここ、こっち？違うな、こっちだな。この辺で、10時まで寝ましょう。よっと！はい、おはよう。射的大会ってどんな感じやろ？馬とかいらんよね、別に。あ、すげえ、かっこいい。めっちゃかっこいいやん。そう、こういう場所で、ちょっとみんなに声をかけていっとこう。あ、ハートの色変わっとったね、さっき。毎回毎回、みんな言うことは同じというのは分かったから。とりあえず、パパパーっと。パパパーっと声だけかけさせていただいて。ランチくん、そこにおったよ。自分で調べて。さあ、これで。うわ、すげえ、中入れんかった。中入れんかったわ。あなたじゃないんだ。さあ、これで。オッケーかなー。はい、開始しよう。今日は射的をやっているぞ。参加するか？します、もちろん。操作説明。射的を説明しよう。射的は空気ピストルで的を撃つ遊びじゃん。空気ピストル、秘密道具やん。射的が始まると画面に5つの的が表示されるぞ。真ん中の的は A ボタンで撃てる。それ以外の的は L スティックで狙いながら A ボタンじゃん。赤い的を撃つと得点だ。黒い的を撃つと制限時間が短くなるぞ。せいぜい気をつけるなら赤だけを撃てばいいと。赤い的を5個撃つと赤と金の的が出る。
これを3個打つことでボーナスタイムだ。金の元が出現する。最後に制限時間がなくなるまでできるだけ多くの得点を狙うのじゃ。そうも。練習しよう、練習。でも練習でいい成果を出してしまったらね、なんかちょっと今の本番が良かったなって思ってしまうよね。すでに。すでに。やべえ、超遅くね、私。あー、ダメだ。辛い。あ、今の赤と金。あー、間違えた。時間が短く。2個までしか倒せない。辛い。何個？ 12 個。これは何？本番？これは本番ですか？ちょっと、わかんないんだけど。おっと？ 3 個まではいけたな。あ、つらいつらいつらい。なんだかめちゃくちゃつらいんですけど。あ、今金のやつあったのに。金のやつというか、赤と金のやつが。ちょ、待って。はい。あれをもう一個倒したら、なんか、ボーナスタイムに突入するんよね。お、いいぞいいぞ。はい、来た！これ何回でもいけるやん。何回でもいけるやん。やば。ほら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 。ウィーイ。いいね。お、なんかちょっといい感じなんじゃない？これ練習じゃないよね。え、もしかしてこれ練習やったりする？本番がいいです。だってめちゃくちゃ好調だから今。あと1個やない？こういう時に限って出てこないんだ。あー、フィニッシュ。くそ、あと1個。1年目春71。どうよ。本番やったってことやろ今の。どう71。なになに、何の笑い？難しいだろ。難しかったんだろ。やっぱりな、わしの射的大会は甘くないんだ。またな。また来年チャレンジしてくれ。え、ダメだったの今のは。何個からがいいのかがよくわからないんだけど、とりあえず初めて射的大会に参加した。で、スタンプはもらったけど、え、何点からがいいんですか？基準がわかりません。教えてください。くっそー。じゃ、とりあえずあれだな。空いてる？あ、空いてる。いらっしゃい。とりあえずカバンをもう一回り大きくしようかな。とても大きなカバン買います。カバンがもっと大きくなった。ありがとう。またカバンを買ってくれてありがとう。それじゃあ早速入れ替えましょう。うん、素敵。よく似合ってる。そうね。見た目的には大きさそんな変わってないけどね。これから今までよりもっとたくさん荷物を入れられるからね。やった。どれぐらい増えたの？これが一番大きいんかな。なんかさらにでかいやつがあったりとかする。あ、もうない。ってことはこれが一番大きいってことや。言うてこの一面だけなんやな。見てこれ、星めっちゃついとるやん。え、3.5。 え、すご。思ったより良かったんやね。家の近くをパタパタと飛んでいたあの虫。ん、なんか急に電気ついた。さっきまでもつけといた方が良かったぐらい暗かったと思うけど。普通に。うん、でもなんか、射的大会は何かしら、景品とかもらえるの？いまいちその辺が理解できていないのだけれど、私。理解できていないのだけれど。ね、なんか、勝手にがっかりされたし、難しかっただろう、ガッハッハッハーとか言われたし、ちょっとよくわからんかったけど、まあ、とりあえず、1年目 71？ え、めっちゃ好調やったと思ったんやけどな。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいやという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。
まったねー。まあ、なんか今までのイベントの中では一番楽しかったかな。見よるだけじゃなかったし。参加できる感じが。